まして高橋理恵です。大久保留美です。さてさて、今日もツイッター見ておりますけれども、はい、また競争って言われてるよ。いや、競争だなんて恐れ多いですってば。なんで喜んでんのこれあのおかしいんだよ、喜ぶとこじゃないんだよ。いや、光栄ですけど、私なんかが競争だなんて恐れ多いです。何、どうして光栄なのもうね、感覚がね、あれだよね。あのさっきのしてもいいのかな。えっと思いますよ。あの、うん、私たち始まる前に CM が流れてて、はい、まあ、あの我らは我も準備してたんで長ら聞きだったんですけど、はい、うん、あの突然あの BL と書たっていう言葉がポンって出てきて、で CM で流れててどなたかがお好きらしくて、そうで、そのね話、あのそれに対してすぐ反応して、書たって今言ったっていう、で、あーなんかすごい、うん、あ、やっぱ反応すんだなって、もうなんか私的にはいつものことかぐらいに思ってたんだけど、うん、その後つぶやいた一言がね、すごかったんだよね。もしかしたら初太の概念違うかもって思って。そう、だからなんか、そうなんですよ。そう、だそう、もしかしたらその BL がお好きっていうことかもしれないので、私のジャンル分けとしている初太の区分とはもしかしたら違うのかななんて思ってしまうと、うん、ぜひともその概念について一度語ってみたいななんて。うん、いや、まさか文化放送で初太ってワードが聞けると思わなかったからびっくりしちゃった。なんかあの個人的にはね、その、はい、BL とあ、ちょっとまだ形成されてないこれ大丈夫？音圧大丈夫？大丈夫。これあの。ショタの概念違うかもって言った瞬間に、私、あーなるほどねって言ったんだけど、いや、どこがなるほどだったんだ今の話。いや、これはカルデアラジオ局に毒されてますね、完全に。BL じゃないと、ショタの概念って何っていう。いや、もうさすがにわかるでしょ、みんな。どこ教えたでしょ、こんなに。教え、嘘でしょ、ここ、教習所だったよ。私、教習所ですよ。やっぱ教祖なんだ。そっか、そうね、教祖だね。ちなみに、ルミさんは、うん、ギルガメシを好きじゃないですか。好きだね。ギルの教祖はいるんですか、なんか師匠、ギル師匠。でもね、すっげえ悲しいことにね、ギル推しそんなにいないんだ。え、そんなことないですよ。いると思う、世の中にはいっぱいいると思うんだよ。もしかしたら最推しじゃなくて、みんな好きなんだ、ギルのこととか。あとその私の知り合い周りに、はい、私もギル推しなんですっていう女子はね、そんなにね。そっか、たまたま周りに。あ、そう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 。なるほど。っていうか、こうなかなかね、いないのはね、悲しい。なんか、あれ、もしか、私ね、結構ね、うん、同担大好き派なの。ああ、オッケー。なんか自分の好きなキャラが、いっぱいファンがいると、うん、やだ、私の推し超モテてんじゃん、幸せってなっちゃうタイプなのね。おお、だから割と作中で、ヒロインとかとくっつくのも好きな人なのよ。はあ、うん、そうす、なんかそのさ、乙女ゲーム系のアニメとかがあって、はいはい、こう、あんまり最近のアニメではないけど、誰か一人を選ぶとするじゃない、うん。ああ、選びますよね、しょうがない。そうするとさ、うん、なんか、ってなる子もいるかもしれないんだけど、どうして私の推しとくっついてくれないのとか。で、私はね、逆にね、あの自分の推しとくっつくことがね、幸せ。なんか、あー、ヒロインがあまたいる男の中で私の推しを選んでるっていう、すごい興奮の仕方をするタイプだから、推しが愛されれば愛されるほど嬉しい。そう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 、なるほどな、っていうね。ちょっとなんかちょっと変なこじらせ方をしてるんで、うーん、確かにタイプいろいろいるかもしれないですよね。なんかほら、聖杯捧げるのは自分だけがいい、あーとかね、この子に聖杯捧げたのは私だけだし、逆にみなみちゃんみたいに星4以上はあげないっていう、もうよくわからないね、謎の性癖をお持ちでいらっしゃる方もいらっしゃるから。あれは性癖なんでしょうか。いや、もう私あれは癖だと思うよ。そう、あそこまで行くとね。そうか、根性だよ、根性の癖だよ皆さんどっちが多いんですね、多いんですかね、推しは。でもわかるって言ってらっしゃる、推しが愛されると嬉しい、仲間がおるで、推しの幸せ、私の幸せ。まあでもそう、推しの幸せはね、私の幸せなんですよ。うん、分かるな。まあ独占欲とかね、なんかでも私、うん、ちょっとタイトルは出さないですけど、はい、とある作品ですごい好きなキャラがいて、そのキャラクターが、うん、途中で出てきた女の子といい感じになった時は初めてで、嫉妬というものを覚えたことがあって、だからそれは多分ガチ恋だったんだと思う、キャラクターにね、二次元に。分かった、ルミさんは、うん、お肉のついた男性がお好き。待って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 、語弊がすごいしかないか、すいません。ほら今んとこね、肉のついた人間以外いないから、その世には。そうですよね、ごめんなさい。ハサンか何か。完全に骨格標本の話になっちゃうからね。山の奥とかだったらまた別かもなんですけど、うん、そうだな。例えば筋肉質がお好きとか、好き好き好き、おっしゃられてたじゃないですか。うん、そっちはもう推しとかじゃなくて、異性みたいな、うん。そうね、割とでも、うん。うん、でもなんかそれはだからそのキャラだけだったんだよね。 あとはね、じゃあナポレオンとかは、ナポレオンが誰かに取られちゃったら、私でも割とこれあんまり公式流のあれかなって思うんですけど、ナポレオンとスカニーノは結構好きなんですよね。そうか、それでも私の勝手な考えだから別に公式とかいうわけじゃなくて、なるほど、そう、公式ラジオで言うのはどうかなって思うんだけど、二人が喋ってると嬉しい、嬉しいなっていうのはあるなっていうね。そうな、そう、意外とね、女子はね、夢見る乙女だからね、いろいろね、いろいろあります、はい、しかもね、時差でエコバッグありがとうございますって言ってました。
時差すぎるでしょこれ。よかったよかった、でもよろしくお願いしますねエコバッグ、はい、ぜひ手に取ってください。すごいなんかすごい話になっちゃったね。すげえ開幕ファミレスがやばいですマジでこれ楽屋で話してる感じだもんね。同じ話っていうか、うん、同じノリで話しちゃいました。ちょっとそれで言うとさ、ごめんすごい気になるから聞くんだけど、なんでしょう、りーちゃんはショタを異性として見てるの？やっぱ一人一人別ですね。あ、やっぱキャラによって違うんだ。はい、だからアレクくんが、うん、例えばそのバレンタインの時に、うんうんうん、あの添い寝を推奨してきてくれたじゃないですか、うん、あの僕がネシナに読み聞かせをしてあげようって言ってくれたから、うんうん、オッケーネシナねみたいなあのそこでスイッチ入るんです。向こうがその気ならこっちは入れる。それまでいやお姉さんにはワクワクザブンですよみたいなこと言ってくれるなら、うん、わーいワクワクザブンってなってるんで、あのそれはもうそれ、うん、ちょうどいい距離感は私わかるから、うん、でも言ってることはねわかる。なんか間違ってないですよね。私も正直ギルガメッシュにとそういうことになりたいわけじゃないだけど、うん、今夜寝室にいて行くって言われたら、うん、よしネアで待とうっていうのは何で思う。来いって言われたら行くよ。そういうのね違うんだよね何を言ってるんだ本当にファミレスになっちゃった。いやいや追い出された、追い出された。しょうがない2軒目行くかはしご、まあ、そんなところでですよ、はい、本編本編水木健吾復刻イベントが終了しましたね。はい、こんなすごいアクセルの踏み方ギギギッつって戻ってきましたよ、はい。マスターネーム金のカリスマさんからです。ありがとうございま す。ルミルミリエジャー、こんばんは。リエちゃんですよ、こんばんは。リエジャー、ボイジャーとかけてるのか。リエジャー、うん、リエジャーだな。落ち着いてすいません落ち着きました、私の師匠ですが幼い頃の書道の先生ですね。書道、書道です、はいはい、あの、はい、落ち着いてください。落ち着きました、落ち着きましたよ、厳しいおばあちゃん。はい、ということでちょっとメール挟んできたんで、あの読みますね。行きましょう、ラジオネームドドンパさんからいただきました。ありがとうございます。本日の感想ですが、書道を書太と聞き間違える人を初めて見ました。びっくりです。以上でございます。シンプル、はい、まああの、うん、そうですね、私も正直同じ意見です、うん、はい、本当ですか。はい、ほぼ一緒じゃないですか。そう、書道系のサーヴァントで年下の男の子とか来ればいいんじゃないですか。いやもうちょっとね、何言ってるかよくわかんなーっすね。あり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 、書道系のなんか松尾場所、いや松尾場所は違うか、えなんかこう書道系、書道系、有名な有名な書道サーヴァントを書太にしませんか。書道サーヴァントって誰よ。書道サーヴァント、でも今北斎ちゃんとか ね、 あそうね、割ともうあの墨とか使っちゃってるからもう墨来ないか。まあでもそれで言うとね、あの紫式部もね、あの筆使ってるからね、使ってますね。いやなんか墨ついちゃって、うん、逆にワンパクでこ擦るみたいな。あでもそのパターンはほらあの清少納言が女子ばっかだね。そうですね、そうですね、うん、なんか墨にまみれた男の子とか、うん、新しい属性ありますよ多分今の話で全然聞かなくて大丈夫ね。大丈夫ですよメールも